皆さんこんにちは、鈴由美です。キラーンシャキーン。はい、今日の動画はスーパーでお刺身とかお惣菜を買ってきたので、これでまったりと宅飲みしていきたいと思います。重い。そして私事なんですけれども、2月14日をもちまして鈴由美30歳になりました。いよいよ30歳に突入です。誕生日を迎えて30歳になったからといって特別な動画ではないんですけど、プラスこの動画を撮る前日っていうか、もうもはや当日なんですけど、朝の5時まで飲んでいたので、はい、今日は完全オフモードです。顔もこんな感じです。まあゆったりまったりと美味しいもの食べてお酒飲んでいこうと思います。それでは今日買ってきた商品を紹介していきます。はい、今日はこんな感じでスーパーで食べたいものを買ってきました。椎茸のエビ詰めフライ税込み224円、そしてビンチョウマグロ税込み429円、そしてホタテ貝柱税込み326円、国産馬刺し税込み429円、オニオンサラダが105円、お酒はアサヒのスタイルフリー 500ml で207円、そして宝焼酎の濃いお茶割り 350ml で118円。ちなみにこれ4本買ってきました。美味しそう、早く食べたい。それでは皆さん今日も一日お疲れ様です。乾杯。二日酔いじゃない限りビールはいつ飲んでもうまい。ビンチョウマグロはいっぱいあるので何個かオニオンサラダの上に乗せて、シーフードサラダ的にします。ドレッシングは別に何でもいい。いただきます。何から食べよう、何から食べよう。馬刺しからいっていいかな。この辛子味噌はね、結構ニンニクも効いてます。馬刺しの旨味って素晴らしいよね。本当に噛むたびに出てくる。ヘルシーなのに美味しいっていうのが本当ありがたい。普段お刺身でも食べれないこんな分厚い貝柱。うん、言葉はいらない美味しさです。ビンチョウマグロは本当に普段よく食べる。安いし味がこってりしすぎず淡白すぎずっていう感じでちょうどいい。あと普通のお刺身の切り方よりもこの角切りのやつが好き。今日はわさび醤油だけどいつもキムチとごま油で和えたりしても食べる。さっきからね、この椎茸がすごいいい香りを出してます。エビのすり身が入ったフライです。
椎茸の弾力がプリプリで味付け薄めだからエビの風味もしっかりしてめっちゃ美味しい。やっぱ椎茸は焼くか揚げるかが一番うまいね。玉ねぎと魚介類の相性素晴らしいよね。口の中で噛み締めてる最後の方さ、他のお肉に負けないぐらいの旨味がある。今日のおつまみもね、我ながらいいチョイスです。こっから緑茶割り、お茶割りに行ったらもう私は無限なんだよね。開かない。ジョッキにお茶割り継ぐとさ、いきなりチェーン店感出るよね。うん、ずっと飲めるし、どんな料理にも合うからお茶割りが一番好き。肉詰めも美味しいけど、すり身の方があっさりして好きかも。うん。この大きめの角切りが最高ですね。エビでもイカでもタコでもカツオでもサーモンでも何のっけても美味しいんだよね。野菜も魚もたっぷり食べれるから本当にこの食べ方好きです。うん。ホタテラスト。最後の馬刺しです。今日も美味しいお酒と食べ物に感謝です。
ごちそうさまでした。はい、ということで今日はスーパーで食べたいものを買ってきてゆっくりまったり飲んでみました。改めまして30歳の鈴由美もどうぞよろしくお願いいたします。まあ変わらず今まで通り私らしくやっていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴由美でした。バイバイ。石焼きも、お芋。